帰ってきた、危ない刑事は、日本の舘ひろしと柴田恭兵のコンビによる長寿刑事ドラマの最新作で、新たなキャストが発表されました。映画では吉瀬美智子、岸谷五郎、西野七瀬、早乙女太一、深見元元、鈴木浩介、小野祐樹、杉本哲太が出演します。物語は、舘演じる鷹と柴田演じる雄二が横浜に戻り、探偵事務所を開設するところから始まります。新キャストたちは、危ない刑事の独自の世界観に溶け込み、物語に新たな展開をもたらします。映画は5月24日に全国公開されます。近年の刑事ドラマでは少なくなりましたが、アブ刑事は銃撃戦こそ真骨頂だと思います。今回は探偵みたいですが、銃撃戦のシーンやガンアクションなどが見れるのを楽しみにしています。いつも昔のアブ刑事を見直して昔の横浜を懐かしんでいますね。前作で定年になってたのか、てっきりまだ現役の刑事で中村徹が出世して署長にでもなってて2人を使う立場になってるのかと思ってたら、まだそこまで出世してないのね。